チャオ、ラチャです。今日12月の17日、あっちゃんちの晩ご飯、鶏むね、ちゃう、鶏ももがあるから何しようかって言ったら、ヒカラが唐揚げって言うから唐揚げします。で、作っていきましょう。なんかね、ちょっとね、12月ハードスケジュールやったからね、ちょっとお疲れ気味なのよ、あっちゃんね。大丈夫は大丈夫だと思うんだけど、ちょっとお疲れ気味でね、白菜飛ばしてしまった。白菜ちゃう、キャベツ、やばいな。キャベツ作りたいねんけどね、編集が忙しくてさ、今日もさっきまでしょったんよ。やっとね、コリアンタウンが一本できて、コリアンタウンのあとね、奈良動画もまた撮っとんねん。多分明日ぐらいあげられるかな、奈良動画。明日って今日、この後ね。これは今17日の夜です。今17日の夜ね。で、奈良動画はね、もうね、カットは終わったの。カット終わってんけど、40分ぐらいあってん、食べ動画。ちょっと長いな、まずそこ。さらにもう一回カットし直して。何しようかなと思って。エフェクトと文字と BGM 入れて、作っていこうかな、思ってね。面白いね、編集ね。慣れてきたらだいぶ早くなったね。今日、コリアン動画3時間半ほどでできたよ。そんなに大したことはしてない。追加動画ほど凝ってない。コメントもね。で、カットもかなりカット少ないね。やりだすと面白いね。編集ね。やばい。では。鶏目も、よいしょ。もうあったかくて、気持ちはいいけど、気持ちっていうか、なんかいいけどね。出します。555g の鶏ももと、今回多いよ、1キロぐらいあるよ。555g の、鶏もも、それと 505g、1055g 1キロと 55g です。4枚、ね、これぐらい揚げておきます。余ったら余ったでいいですね。余らんかったら余らんかったでの食べるねー言うてね、それでいいからね、はい、食べてくれたらいいですわ。しょあっちゃん今日お昼ね、プルタックポックミョンのカップ麺を食べてんけど、あれ湯捨てるんやね。後で、見ててん。他のサイトで。で、どんなアレンジあんのかなって見てたら、湯捨ててんねん。よう見たら、下に湯切りの三角書いてあって。だから味そんなに辛くなかったんかもわからん。めっちゃ辛いとか書いてあったのに、いや、そんなに辛くなかったし、と思って。それは湯入れた辛くないんかもわからんね。次回リベンジしよう。ほんまに辛いのか。でも絶対辛そうやなと思ったら。あれでも大概辛かったからね。量でもね、そんなに辛くないとか言うから、ってんけど、ちょっとやばかったね。よいしょ。ちょっと今回ね、作り方を変えます。あ、お前、先にせん。
あれしようかな、ね、味付けの素をね、味付けの素ってね、唐揚げの素を作らなあかんね。どうしましょう。まずお塩、今回はね、ちょっといつもと味がどうかなのかわからないけど、まずね、お塩、お塩小さじ1、1キロやからな、小さじ1でいいか、お塩小さじ1で、コーンペースト、コーンペーストをね、これぐらい、10センチぐらいで、生姜をね、生姜結構効かそうかな。これ全部いこうかな。おお、いったな。削りそうで怖い。イギリスもやんでいけたね。よいしょ。よいしょ。これでね、生姜大概多い目。で、これ今ね、無農薬の、これをね、ゆずピールを白いところに入れたからゆずピールだけうまく絞ります。絞るじゃん、削ります。ゆずの皮ね、
だけね。もう全部行こうかな。これ聞かせた方が美味しいよね。苦いから種は落とします。食べられることはないんだけどね。苦いよ。種入ったな。はい、で、ニンニク。ニンニクはね、たっぷり。ニンニクも、まあ、絞ったらしかね、あれしたらいいねんけどね。ニンニクはね、2つ、ね、で、ここね、塩もう一発いこう。小さじ2でいこう。1キロやからね。で、小麦粉を、まあ、スプーン2杯と。片栗粉もね、スプーンに2杯ぐらい。溶いて、これでね、ふざーっと混ぜて、でここに卵。卵を1個入れましょう。かなり粘りね。ちょっと水入れきます。水でね、ある程度ね、あんまりやっこしすぎてもあかんねんけど、こんなもんかな。では、これね、鶏肉を入れていきます。
まな板についてるね。それで30秒混ぜて、30秒混ぜて、で、あれ、ね、何やら10分ほど寝かします。いきます。ちょっと 手洗おうな。ちょっとみんなめんどくさいからさ、みんなってごめん、みんな言わへん、あのめんどくさいって言うから手をね、これでね、手はちゃんと洗います。身の中をね、昨日も魚なんてこれで洗うとったよね。爪で火を起こしたでしょ、キムチも触ったでしょ、だからそれでね、これで洗うの、ね、爪ブラシでね、爪、ネイルしてない人もね、これ結構いいんでやってくださいね。爪の裏が結構汚れるんで。昔ね、車屋さんした時油が回るからようこんなの使って洗ってるんだけどね。はい、洗い終わったらこれで素手でいきます。1、2、3、4、5、6、指輪外すの忘れた、やば。7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、29、30。はい、これで10分置いておきます。あー気持ち悪い。で、爪の間に入り込んだ分もう一回爪洗いましょう。ここまでね、動画に出さなかったらね、もうぐちゃ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 そうですよ。大体ね、あの分かってくれる人は分かんないけど、想像力も乏しいから、はい、大体こういうのはね、やっておりますから、はい、というか多分やってへん人が自分がやってへんから同じように思ってるんやろな。チェッキーそれやっとる人はそんなこと気にせえへんね。みんなしてると思うもんね。あっちも大体みんなしてるでしょと思うからね、うん、はい、ということで10分置いておきます。10分後に移動。はい、ね、10分ぐらい置いたんで上げていきましょう。ちょっと今回ね、油の温度上げてから入れます。0度で入れたらいい言うて、あれで言うとって、なんやら、朝一で。でも、0度から行くとね、カラッと上がらない。うにゃ揚げなんで、2回目からは綺麗に唐揚げなんだけど、一発目ね、うにゃうにゃの上がりになるから、ちょっと温度上げます。
やだね。いいね。揚げていきましょう。ああ、手で入れたい。手で入れたい衝動だからね。よいしょ。3回ぐらいでここが綺麗しな。あんまり入れすぎるとね、温度下がっちゃうんだね。スタート。いいね。ちょっと置いときましょう。まだでも温度低いね。一発目はまだ上がらんかもわからん。今度はね、難しくて。よいしょ。今しましたねけど、ある程度離しとかんとね、くっついて上がっちゃうの。やっぱりね、うまいことながら、最初はやっぱね、どっちもこう、きれいに上がらない。飛びるけど上がらない。追い越せや。追い越しようかな。やっぱこの前も追い越してからよかったかな。まあ、追い越しはなかなかもわからんな。
入れて。
絶対うまい。昔はね、なんかね、もう、はい、はい、その、刺身なんか手が気にしちゃうから、腹っぱれる方法できたんやけどね、最近うまく食べられへんね。まあ、液体にするからかもわからないけどね、まあ、粉にからかもわからないけど、それで、また中火に戻して、入れていきます。これを、ちょっと広げます。入れて、
しようねって促していきます。完成です。